私、佐藤玲奈です。よろしくお願いします。年齢は31歳になりました。私はですね、3歳から18歳まで15年間、ずーっと女子校に通っておりまして、いわゆるお嬢様学校でしたから、もしかしたら、こう、そそとした淑女。一歩引いて、男性を立てて、みたいな女性になってたかもしれないんですけれども、女の子だけ解放感、いやー楽しい、自分の道は自分で切り開くんだよみたいな感じのパワフルで元気でキャーっていう感じの強めの女性に仕上がりました。大学ではフランス語を勉強しておりました。なぜフランス語かと言いますと、まあ理由はいろいろあるんですけれども、ベルサイユのバラという漫画がすごく好きなんですよ。もう青春のバイブですので、今日はそのベルサイユのバラの名セリフ、あ、フランセ、フランス語でちょっとやらせていただこうかなと思います。 Si vous avez à vous plaindre, vous n'avez qu'à venir à Versailles。 これはですね、文句があるならベルサイユへいらっしゃいというセリフでございます。これはもうファンの間ではね、あのセリフってなるような有名なセリフなんです。もう一つ、革命が起こった日のルイ16世。はぁ、メー、セテホボレ？ノー。ノンシェル。セテヌレボリューション。これはですね、その革命が起きた日、バスティーユで暴動が起きたっていう報告を受けてルイ16世が、いや、どうせ暴動だろうって言ったことに対して、その側近が、いいえ。いいえ、陛下。革命にござりまする。という。シーンでございますね。はい、やらせていただきました。それで私は10年間 NHK の児童合唱団におりまして、今も歌はね継続してちょっと勉強させていただいているので、劇団のアピールも兼ねて短歌をちょっとだけ歌わせていただこうかと思います。荒金の土掘り出し、黒金の柱立ちたい、眉たい物言うやから、我らこそりてぞ力を合わせ、えいやおー俳優さんここに立ちたり、じゃんとはこちら段階でございます。見た方に元気を与えられるような表現者になれるように日々精進してまいります。佐藤玲奈でございました。